W.E.N. テンプレート、アタッチド KML、トレイバーブリッジウィキデータにある、KML トライボロー橋は、アメリカ合衆国ニューヨーク市の3つの行政区に、またがってかかる3つの橋からなる複合建造物で、ある。週間高速道路278号線及び、ニューヨーク州道910号線がこの橋の上を、走っている。ハーレム川、 ブロンクスキルおよびヘルゲートをまたいでかかり、ニューヨーク市のマンハッタン区、クイーンズ区、およびブロンクス区を結んでいる。途中、ランドールズ島とワーズ島を通る。2008年からは、正式名称がロバート海ケネディと改められたが、従来通りトライボロー橋、あるいは RFK トライボロー橋と呼ばれることが多い。この橋は、 メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの関連会社、またブリッジズトンネルスが所有、運営している。マンハッタン、クイーンズ、そしてブロンクスを結ぶ橋を建設する計画はニューヨーク市工場及び構造物局の技術者、エドワード・エイバーンによって1916年に最初に発表された。地元当局はこの種の複合橋の建設を 長らく勧告し続けていたが1925年になってようやくニューヨーク市が調査、ボーリング及び建設計画のための予算を支出し、プロジェクトの資金調達が実現した。ニューヨーク市内におけるトライボローバ市の位置、アールデコ様式の教場の建物建設工事は1929年のブラックフライデーの日に始まり、すぐにプロジェクトは行き詰まってしまった。 オスマーマンは当初計画では2層になっていた道路デッキを単層に変更して構造を軽量化することで1000万ドルが節約できると提案したが工事はほぼ停滞状態に陥った。プロジェクトは1930年代初頭にロバート・モーゼスがニューディール政策の資金を投入したことで再開された。彼はこのプロジェクトの資金繰り、建設、 そして運用のためにトライボローブリッジオーソリティを設立した。こうして、この橋は1936年7月11日に開業した。建設費は総額で6000万ドルにも上り、これはフーバーダムよりも高額で大強行中の公共事業で最大のものの一つである。建設のためのコンクリートはメイン州からミシシッピ州に至るまでの工場までのものが使われた。 コンクリートを注入する型枠を作るために、西海岸のある森を丸々一つ伐採され、その木が用いられた。米国土木学会は1986年に、トライボロー橋を全米土木工学歴史建造物に登録した。1996年8月21日に、初めてランドールズ島の料金所の通過の際に、イーザパスが使えるようになった。かつて、 この橋の道路標識には、インイベントオブアタック、ドライブオフブリッジと書かれており、ニューヨークタイムズのコラムニストウィリアム・サファイアは、幾分ぞっとする表記であり、何百万のドライバーがこれを見て引きつった笑いをしたことだろうと書いている。2008年11月19日、ケネディ家の要請を受けて、トライボローバシは公式にロバートカイ・ケネディ卿という名称に変更された。 1968年の大統領候補指名戦の最中に起きたロバート・ケネディ暗殺事件から40年後のことであった。多くの交通情報やニュースのレポーターは、一般的にこの橋を RFK トレイバーブリッジと呼び、この橋の利用者や周辺住民が長らく慣れ親しんだ、元々の名前を強調するようになっている。2010年5月5日、ニューヨーク市警、この調査は、 タイムズスクエアの爆弾テロ未遂の数日後に起こった。すぐにニューヨーク市警察はこの車両による危険性はないと判断し、橋の交通の再開を行った。トライボロー橋の通行料金はニューヨーク市の公共交通を担うニューヨーク州民輸校車の収入源となっている。この橋は1日あたりおよそ20万台の自動車が通行する。料金は現金で7.5ドル。 ニューヨーク州のイーザパスで5.33ドルとなる。この3つの橋にはすべて歩道が設けられており、自転車で通行する際は安全のため降りて、押すことになっており、その旨の標識も立てられているが、ほとんどのサイクリストが無視しているのが実態である。このため、市は、トライボローブリッジトンネルオーソリティに安全性の確保を再評価するように勧告している。 クイーンズとつなぐ2キロメートルの橋の区間には階段があり、身体障害者の通行の妨げとなっている。この区間の南側の歩道の階段は21世紀初頭に撤去され到達不可能なった。北側の歩道のワーズ島川侵入口の階段は2007年に改善された。ブロンクスとつなぐ区間の2本の歩道はランドールズ島川侵入口で1つにつながっている。 イースト側吊り橋ハーレム川紹介橋、ブロンクスキル横断橋自転車を担いで階段を登らなければならない区間トライボロー橋上は、ニューヨーク州運輸校車の M35、M60、X80 路線及びまたバスの BXM1、BXM2、BXM6、BXM7、BXM8、BXM9、BXM10、BXM11、 BXM18 路線が走っている。客中、ありがとうございます。